昼下がりのケツとは、サムペ・キンパー監督、NB ストーン・ジュニア脚本による1962年のアメリカ合衆国の西部劇映画である。出演は、ランドルフ・スコット、ジョエル・マクリー、マリエット・ハート・レーラである。ランドルフ・スコットは本作をもって俳優を引退した。1992年にアメリカ議会図書館によって国立フィルム登録簿に選ばれた。 元保安官のジャットも年老いて職を探す身分であった。カリフォルニアのある町で山の近郊から金を持ち帰る仕事にありついた。強盗が出るためあと二人の応援が必要だった。カズとは保安官時代の相棒ギル。もう一人は町の元気な若者ヘックとなった。実はギルはヘックと一緒に金を横取りするつもりである。 三人は山へ向かう途中父子が暮らす牧場で宿を借りたが娘エルサは新人深い父が窮屈であった。エルサは近郊で働くビリーと結婚するため三人についていく。近郊で結婚式を挙げたがビリー兄弟五人はとんでもない奴らでエルサは町へ戻る三人について逃げ出さざるを得なかった。途中ビリー兄弟に襲われたが二人を帰り討ちに合わせた。 ギルの企みを知ったジャットは二人を縛り上げ待ちの保安官に渡す覚悟をした。エルサの牧場に着くと、ビリーたち三人が先回りして、父親を殺していた。待ち伏せされたがギルとヘックが、ジャットに加勢して銃撃戦になった。ジャットが決闘を提案しビリーたち三人は殺されたが、ジャットも致命傷を負った。絶命する前ギルは金を横取りせず届けることを約束した。 メトロゴールドウィン・ベイヤーの記録によると、本作は16万ドルの損失を出した。チャールトン・ヘストンは本作を鑑賞した後、ハリー・ジュリアン・フィンクが執筆したダンディ・少佐の脚本をペキンパーに渡した。ありがとうございます。